おお、いいぞ。ジャングル学区のコツを教えてください。ついに俺もロールを教えた時が来たか、視聴者に。スマブラだけでなく、ロールを教えてほしい人まで来た。そして、ゴールドジャングルだけど俺。推定ゴールド。まあ、ジャングルガンクのコツは、まあ、レーナーのフラッシュがあるかどうかと、まあ、ウェーブを、ミニオンウェーブを見ることやな。これで KO を使って復帰します。よし。これね、ウテロバック7本できております。飛びすぎ！乗れた。でもなんか、本番のスマッシュを見せつけられてる。は？ダイソン。だから俺には KO がある。お前も終わりや。いったね。その投げ強すぎんねんけど。宇宙って一番強いよ、その投げ。ウェイ。イテラマックが一番きついキャラってなんだ？なんだろうね。なんかその、きついかどうかは置いといて、ワンチャンなさそうなのはデデデ。個人的にはかなりきつい。デデデは。あと、キングクルールね。ワンチャンがない。あんま。いや、なんかその、きつさで言ったら、もっととてもきついキャラいるんだろうけど、理論的に考えれば。だからワンチャンなさやばいんだよ。なんか、ただの、ただ弱い。こっちの方が。ウェイ！いつから空中で撃てないと錯覚していた？ん？リトルマック全キャラ有利だよ。KO パンチ当てれば。いいだ！え、おお、無傷だ。リトルマック吹っ飛んでないし、無傷でやろう、実質。なんで俺も 80% なんだこれ。なんかこの夏、なんかこれガキイモリおじさんに詰まされてんだけどね、これ。おい。おい、詰まされてんだけど、これガキイモリおじさんに。詰んだこれ。10-0 これ。いや、ほころびを見せたな。まあ、というわけでね、俺の勝ちとさせてください。ありがとうございました。結局ね、最後こっちが勝つようにできてんだよね。はい、26。見逃さんなことをして。俺は見逃さねえぞ、次は。で、最強キャラ。結局ね。結局、リトルバックが一番強いんだよな。まあ、こんなんも食らっていいから。まあ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 。しょうがない。で、やばい。まあ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 。いい勝負じゃないとやっぱ面白くないからね。ふむ。もう貴様はこの崖から出ることはかなわん。
なんか変なのたくさんつけられないで。あかん。いやあ、しゃ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 。何？危ない。もう何このおっさん。やばい、危ない。いい、お前が来ないなら俺も行かない。いや、俺はお前が来るまで行かないぞ。ビビったか俺に。よし、俺はお前が来るまで行かねえ。ほころびを見せたな。これいいですよみたいな。地上戦最強はお前ではない。この私だ。え、ちょっと待って。オッケー。ちょっとやめて。いや、こいつは不起訴してこない。甘い。あ、違くて。セリ鍋？あ、セリ鍋ね。セリ鍋、気になってんだよな。あ。なるほどね。最近あれなんだよね。きりたんぽ鍋なるものをね、食べてみたんだけど、非常に美味しかったです。まあ、きりたんぽがすごい美味しいというよりは、普通にお出汁が美味しかったんですけど、美味しかったですね。いやもうなんかもう普通に死んだし。てかなんかさ、これ地上戦お前。オッケーイ。ちょ、やっぱり俺最強だ。もうこの俺が怖いか。あ、ちょっと待って、なんか欲に駆られてるってしまった。究極攻撃いくわ。これね、好きな、あ、あ、なんだ、好きないんですよ。食べてるだけで、風邪は何もできない。